皆様ようこそお越しくださいました、前期と申します。今回ご紹介させていただきますのは、オレンジキャットインダストリーさんから発売しておりますヒューマノイドフェリスバージョンフィフスアニバーサリーでございます。今回ご紹介するこのヒューマノイドフェリスというキット、私のチャンネルでは過去にキャット00という名前で、今回のものとは違うベースキットって言いますか、初代ですねの方をご紹介したことがあります。ちなみに現物がこちらですね。まあ改めて見ても結構古いキットでありますけれども、プロポーションもいいですし、パーツによってカラーが分けられております。で、余談なんですけれども、このキャット00の頃のパッケージというのがこちらになっておりまして、こんな感じの縦長で白背景、非常にシンプルなものとなっております。上の方にキャット00と書いてありますよね。それが今回オレンジキャットインダストリーさんの5周年記念ということで、今回オレンジキャットインダストリーさんらしいこのオレンジのカラーでキット化されて発売になりました。ちなみに先ほど話したキャット00のキャットなんですけれども、ここの部分ですね、ちょっと読み方わかんないんですけども、カウなんちゃらかんちゃらオートマティックテイラー、この CAT の頭文字とここの00ですねをつなげてキャット00という名前で、第1弾といいますか初代のパッケージには印刷されておりました。で、さらにここに書いてあります、バージョンフィフスアニバーサリーということで、5周年記念ということでこのキット化されたんですけれども、何の5周年かなと思ったんですが、オレンジキャットインダストリーさんのホームページを拝見しますと、最初にこちらのメーカーさんから発売されたのが2017年の12月に、自動小銃っぽいミニチュアキットですねの方が発売になっておりました。今回のキットで言いますと、ここになんかすごいやっつけ感のあるイラストがあるんですけども、このイラストの子が手に持ってるこれですね、 WizP90 っていうクリアカラーのバージョンなんですけども、これのキットが発売になってから5周年ということみたいです。ただオレンジキャットインダストリーさんで言いますと、個人的にはイクスクリアというオリジナルのロボットであったり、もしくはテッカマンブレードのキットの印象が強いので、5周年記念でまさかこのヒューマノイドフェリスがキット化されるっていうのはちょっと意外でした。ちなみにイクスクリアは過去にご紹介したことがありますけれども、テッカマンブレードはまだ私作ったことがないので、機会があったら作ってみたいなと思っております。ではパッケージご紹介してまいりますが、正面がこんな感じになっておりまして、先ほどご覧いただきました初代のものと比べますと、かなり今風といいますか非常に映えるデザインとなっておりますよね。ツイッターとか一部ネットの方では、某社の美少女プラモデルのパッケージに非常に寄せてるんじゃないかなって話もありましたけども、まあ可愛いきゃ全然問題ないって気がします。で、箱の大きさは通常のプラモデルサイズになっておりまして、側面とかは一周ぐるっとこんな感じで、特に塗装済み完成品とかはこの側面の方には印刷されてないですね。で、背面の方がこんな感じになってます。こちらですね、こちらに塗装済み完成品の写真が載っております。多分ですけども、これですね、担保印刷用のフェイスパーツ4種類とか、簡体字と英語ばっかりなのでよくわかんないんですけども、ここの部分に5周年記念配色とか書いてあります。このオレンジカラーがメーカーさんならではのカラーリングってとこでしょうか。まあ、この説明はこの銃のことですね。ここに P90 って書いてあります。あとは同梱品としまして、こんなナイフであったり包丁であったりフライパンがつくと、まあ、これは初代の時もそうでした。綺麗に発音できないんですけども、ここのですね、マルチなんちゃらかんちゃらヒューマノイドロボット、これ Google さんに翻訳してもらいますと、多目的ヒューマノイドロボットということらしいので、単純にこんな武器を持って暗部の活躍だけではなくって、まあ、これフライパン振り回してますけども、そういった料理とかもできるサポートアンドロイドってとこですかね。そんな設定のようです。では中身の方もご紹介していきたいと思います。中身の方はこの上の部分ですね、ここからパカッと開けるタイプです。で、ここの部分開けまして、中の方出してみますと、じゃん、こんな感じで、まあ、パーツの総量としては非常に少なめと言いますか、作りやすい分量となっております。まずはこちらハンドパーツ、もう分離してハンドパーツだけの状態になってますね。で、こちらがグリーン成形色の展示ベースと、反対側にフライパンとか包丁とか、これなんか長いブレードのものもありますね。で、こちらの方が深いグリーンの頭髪パーツと、こちらがグレーっぽいブラックって感じですかね、のボディの部分で、こちらがスペシャルパーツといいますか、ボーナスパーツ、クリアパーツの P90 とか自動小銃のパーツで、さらにこちらの方が、これも今回のキットのならではのオレンジキャットインダストリーさんのオレンジカラーと、反対側が太ももとかのフレッシュカラー、まあ、当時からそうだったんですけども、こうやって見るとちょっと赤みが強い感じのフレッシュになってますね。で、最後こちらが担保印刷済みのフェイスパーツ4種類。おそらくですけども、先ほどご覧いただいた初代のものと担保印刷のクオリティは変わってないように見えますね。まあ、いずれにしてもキットとしてはこれで以上となります。武装素材の別がないキットなので、分量としても非常にお手軽で、作りやすいキットとなっております。そして最後、作り方の説明書。ヒューマノイド、フェイリス。もう、まあいいんですけど、周年記念のキットで、トリセツの表紙もど真ん中がこのイラストっていうのは、個人的には好きなんですけども、一般的にはどうなんですかね。使用指南と書いてあります。で、中の方に参りまして、こちら、パッケージイラストですね。改めて見てみますと、かなり可愛らしくてセクシーな女の子となっております。で、その隣がパーツリスト。まあ、改めてこうやって見てみても、そんなに分量をこないですね、
ここなんか刀身部分使用しないパーツが1個だけあるようです。で次のページから作成が始まりまして、まずは頭部ヘッドですね。工程そのものは非常にシンプルで、ただそれでも非常に分かりやすい説明書になってますね。でここでチェスト、胸部、ウエスト、腰部で、次のページで胸部と腰部、そのあたりを接続で、ここから左足の接続、膝は二重関節で、左足が完成したら今度は右足の作成、まあ、このあたりは既存の美少女プラモデルとほとんど変わらないような構造ですね。で脚部が完成したら今度はレフトアーム、左腕と右腕で、武装ウェポンを作成して、次のページで全体を連結してコンプリート完成になっております。でここに完成品のモノクロ写真で、最後のページがこの FNP90、 私重機のこと詳しくないんですけれども、リトルアーモリーに使えるみたいですね、の12分の1スケールの特別クリアピンクの作り方が書いてあります。説明書以上こんな感じになっております。サンキューフォーユアサポートなんて書いてありますね。このイラストオレンジキャットインダストリーさん結構推してますね。では早速作成して完成品の状態ご覧いただきたいと思います。ほんの数パターン程度ですが、ご覧いただきました。いかがでしたでしょうか。ではここからキットの方をご紹介していくんですけれども、今回のこのヒューマノイドフェリス、おそらく前段のキャット00、そちらと同じように水転写デカールが同梱されていたはずなんですけれども、私がなくしてしまったのか、もともと入っていなかったのか、デカールシールが見当たらなかったので、パッケージ裏の完成品をもとにキット本体の方、ところどころ色を入れてあります。該当するところにつきましてはフェリス本体をご紹介しながらご案内していきたいと思います。では付属品や交換パーツの方からご紹介していきます。まずは展示ベース、左奥のこのやったら鮮やかな蛍光グリーンですね。作りとしてはキャット00とものと同じく、高さを変えることはできますけれども、上でも下でも角度の変更はありません。ただカラーリングも非常に鮮やかなので、今回のようにキット本体がシンプルな場合、こういった派手めのスタンドでもこれはこれで悪くないかなというふうに思います。続きまして交換パーツとしてハンドパーツ、今本体についてますのが指の揃った開き手なんですけれども、少し指が曲がってる感じですね。それ以外に4種類、形状としては割とおなじみのもので、左の方から開き手、武器持ち手、人差し伸びた武器持ち手で、最後が V サイン手、いわゆる握り手がないですね。ただ今回のキット構成でいきますと、フライパンを持つなり銃を持つなりということで、このラインナップでも問題ない気がします。ハンドパーツは合計5種類が付属します。続きましてフェイスパーツ、今本体についてますのが通常顔、それ以外に3種類、まずこちらが刃が見えております、笑顔のもので、こちらが、まあ、叫び顔といいますか、まあ、割と真剣な表情のフェイスパーツですね。で最後こちらが目線が右側を向いております、まあ、泣き顔ってとこでしょうか。改めて旧キットと比較したんですけれども、担保印刷は同じようなクオリティですね。まあ、細かいところのまつげとかはあんまり書かれてないんですけども、十分可愛らしい担保印刷だと思います。フェイスパーツは合計4種類が付属します。続きまして足首パーツってとこですかね。今本体の方はハイヒールの足首にしてありますけども、こちらがつま先に独立した可動のある足首となっております。ただこれにつきましては都度交換できるものではなくって、ここに可動の穴がありますように、交換する際にはスネパーツの分割が必要になりますので、特化引っかえできるわけではなくって、選択肢の一つとしてこういった足首パーツが付属します。次に付属の、まあ、武器といいますか、台所用品といいますか、左の方からまずこちら包丁ですね。成形色のままで特に塗装はしておりません。で、この包丁と、こちらが、何ですかね、猫耳フライパンってとこでしょうか。なんかドンキホーテに行ったらこんなデザインのもの売ってそうな気がします。これを持たすことによって、バトルだけではなくって、料理もできるヒューマノイド、そんな感じのパーツとなっております。次にこちらが、まあ、ハンドブレードってとこですかね。刀身部分は紫のクリアパーツになっております。特に先ほどターンテーブルの上では持たせてないんですけれども、今回のフェリス以外のキットに持たせてもかっこいいんじゃないでしょうか。で最後こちらがスペシャルパーツ扱いのクリアパーツの小銃 P90 ですね。まあ、私銃器に詳しくないので、これが実在の武器なのかどうなのかわからないんですけれども、オレンジギャットインダストリーさんの記念すべき最初のキットのクリアパーツということなので、見た目的にも小さいですけども、細かいところのレリーフも
細かくこだわられてデザインされております。このピンクのクリアっていうのも美少女キットの同梱されるものとしてふさわしい気がしております。ではヒューマノイドフェリス本体のご紹介ですけども、いつものようにまずは大きさの比較してみたいと思います。まあ、こちらも毎度のことなんですけれども、コトブキヤさんの女神デバイス初期の頃の素体とフレームアームズガールアーキテクトを両側並べますとこんな感じになっておりまして、大きさとしてはほぼフレガと同等のサイズ感ですね。ちなみに頭部はボールジョイント接続なんですけれども、ボールジョイントの径が約6ミリですので、女神デバイスの頭部との互換性があります。まあ、若干きついんですけれども、やってやれなくはないって感じですね。では改めまして、フェリス本体の方をご紹介していきます。手取りますとこんな感じで、そもそも多目的ヒューマノイドということで、ごっつい武装に換装するわけではない、いわゆる他社さんのキットというところの素体なので、非常にスリムですけれども、プロポーションとかもバッチリで、非常に美しいデザインだと思います。では上の方から順に可動も含めてご紹介してまいります。まず頭部、お顔はこんな感じになっておりまして、でまずですね、先ほど私が紛失したと思われる水転写デカールでカラーが再現されるべきところっていうのが、この猫耳の内側の緑のところとこの胸元のグリーンのラインですね。ここが本来はシールでした。でなかったので下出るカラーでグリーン作って塗ったので、おそらくデカールであればもうちょっと光沢感のある仕上がりだったと思うんですけれども、下出るなのでマットな感じになってますけども、本来の完成品ではこんなカラーリングになるよっていうところで、イメージだけでも伝えればいいなと思っております。で、お顔、これが通常顔ですね。髪の毛についたプラパーツで特に PVC 製ではなくて、他のキットと同じようにこの前髪部分を外してフェイスパーツを交換することができます。で、頭部の可動は頭部側がボールジョイントで、首の付け根に前後可動があります。それを利用して前とかこの辺ですね、で後ろ首が可動するので前を上まで大きく仰ぎ見ることができます。次に肩、腕周りで、この肩が結構特徴的なデザインなんですよね。ちょっと人によっては違和感があるかもしれないです。で、肩なんですけども、この本体側のフレッシュカラーの部分、ここにマシンカーのようにこの前後のスイングの可動が若干あります。で、接続はボールジョイント。もともとクリアランスも大きいので、特にこの前後のスイングを使わなくても、この肩だけでも多少こんな感じで前後にスイングさせることもできます。で、グイッとこんな感じで、水平よりも上の方向まで腕を上げることができます。で、ここの部分にロールがありまして、肘についた関節1個、グイッと曲げて90度以上。関節1個でこれだけ肘が曲がれば十分だと思います。で、手首はおなじみ可動軸ジョイントぐるぐる回りますし、角度も大きく変えることができます。で、次に胴体、胸周り、先ほどお話したこの胸元のグリーンのライン以外は全て成型色のままで何もしてないんですけれども、このラインのとこですね、ここに墨入れをしたらもうちょっと雰囲気変わるかもしれません。で、可動につきましては胸と腹部の間ともに、胸側腹部側ともにボールジョイントの受けで、その両方を両端が球体の鉄アレのようなパーツで接続されております。それを利用して前とか後ろ、服が状態そらしいとは言わないまでも、このぐらいの可動があれば十分だと思います。続きまして、腰部、股関節周りですけれども、この腰部のこのパーツですね、これは、このちょうど腰の横あたりで、この全体が接続されていて、これも少しこう、カタカタと動かすことができます。で、太ももについては軸接続で、それぞれ左右、高さを独立で変えることができます。向かって右側、左下け下げますと、こんな感じで、ちょっとですけど下げることができます。で、ここにクリアランスができますので、太ももについては前が90度ぐらい。まあ、後ろはお尻の出っ張りがありますので、そんなにいかないですね。で、水泳方向についてはグイッとほぼ真横まで大きく足を稼働させることができます。で、この太もものこのシルバーですね、これも本来はシルだったんですけれども、どっか行っちゃったので、ここについても私の方でシルバーで塗装してあります。で、ここの上にロールがあって、膝は二重関節グイッと曲げれば正座できるぐらいまで大きく曲げることができます。この辺は既存の美少女プラモデルと同じような構造ですね。で、足首も同様で、後ろとか前、あ、ここのシルバーも私の方で塗装したものです。本来はシールがあるはずです。で、このハイヒールの場合については、つま先に独立した可動がありません。といった感じで、改めて5周年記念ということで、オレンジキャットインダストリーさんが発売になった、このヒューマノイドフェリスを作ってみましたが、もともとの元祖といったらなんですけども、オレンジキャットインダストリーさん、記念すべき美少女プレミアム第1号のキャット00と、完全なリカラーのキットですね。足首の交換パーツもそうですし、展示ベースのデザインもそうですけれども、で、横に改めて、まあ、本来こちらもフェリスという名前だったのかもしれないんですけれども、パッケージに書かれた名前で、キャット00並べてみますと、こんな感じで、まあ、どっからどう見ても完全なるリカラーのキットですね。ただ、オレンジキャットインダストリーさんの5周年記念ということで、オレンジカラーを施した今回のキットっていうのは、こうやって比較してみると、思ってた以上に艶やかな感じがしますね。正直、ごっつい武器とか巨大な武装とかがない分、非常にシンプルなキットではありますけれども、プロポーションであったり可動域は十分なので、ヒューマノイドフェルスとして飾っていくのもいいですし、他の美少女プラモデルのカスタマイズキットとして購入してみるのもありなんじゃないかななんていうふうに思っております。ヒューマノイドフェルスバージョンフィフスアニバーサリーはこんな感じでした。
といった感じでご紹介してまいりましたヒューマノイドフェリス、いかがでしたでしょうか。正直肩のデザインについては好き嫌いと言いますか、賛否両論分かれるところはあると思いますけれども、それ以外のボディにつきましては非常に均整も取れていて、他社さんの美少女プラモデルと比べてみても遜色のないスタイルの良さだったというふうに思います。可動範囲も十分ですし、お顔の担保印刷も9大点、アーマーだ武器だっていう良くも悪くもごちゃごちゃしたものがないので、サクッと作れるのもいい点ではないかというふうに思います。あとは何と言いましてもオレンジキャットインダストリーさんの5周年記念キットですからね。オレンジのキャットそのものズバリのデザインというのも記念品として手元に置いとくのもありなんじゃないでしょうか。ちなみに今回のこのキット、現時点でも Amazon の方で4000弱ぐらいでまだ在庫があるようです。美少女キットがお好きな方、5周年記念という言葉が気になった方、店頭やネットでお見かけの際にぜひご購入されてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまでとなります。よろしければチャンネル登録を合わせまして、私の他の動画の方もぜひご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。